スパシーバはウォカ、プーチンです。とンナンシャーペイ博発中、チョンボ、チョンボ、習近平です。二人合わせて、プー、キンペイということで、習近平君、今日は何なんだねあ、チョナンシャーペイ、今日は、えー、プーチン君、君をおもてなししようと思ってね。え習近平君がおもてなししてくれる何をしてくれるんだいや、プーチン君も最近なかなか大変だから。今日は実は満館全席を食べてもらおうと思ってるんだよね。 満館前席それは何でかねウォーカー、スパシーバー、い,いくら <laughs> 満館前席は中国の伝統の食事なんだよ。えなんで今このタイミングで私に満館前席をふふふふ。<laughs> プーチン君それには深い意味があってね。ここで CM だよ、プーチン君 <laughs> どうぞ、共用チャンネル、登録お願いね。 なんでそこでコマーシャルがあるんだね、習近平君。まあ、そういう構成になってるから。プーチン君にね、満館前席をご馳走する理由は、これから君はここにずっと座ってなければいけないからだ。<laughs> 習近平君、なんでだね。満館前席は確か3日、2晩かかるんだけど、君はこれから満館前席を何回も何回も食べることになるから。な <laughs> んで私、プーチンは満館前席を何回も何回も食べることになるんだね。それはね、今、ここから君の戦争犯罪を裁く、 国際法廷が始まるからだ <laughs> ちょっと待ってよ。<laughs> 習近平、お前裏切んのか、お前は。プーチン被告、座りなさい。これから、君によって影響を受けた、被害者の名前を読み上げる。被告は、起立。<laughs> プーチン立っています。<laughs> 読み上げます。何々さん。〇〇さん。〇〇さん。これは君によって全て、 人生をめちゃくちゃにされた人たちの名前だ〇〇さん。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 プーチンちょっと疲れてきたんですけど、〇〇さん。ずっと立ってなくちゃいけないんですかうしょ、何しよあぺそうだな。とこ時々満館全席を食べて、休憩時間が入ってるから。〇〇さん。あ、じゃあ休憩だ。満館全席、食べなさい。プーチン被告は引き立するように、 まるまるさん。まるまるさん。まるまるさん。あの、すみません。あの、習近平さん。この、えっ、ー、と、私によって影響を受けた人の読み上げってなあとどれがかかるんでしょうかと、なんしゃアペ、うん、予定では3年5ヶ月で終わる予定なんだけど、今、ロシア軍、さらに、あの、ウクライナでいろんな乱暴労席を働いてるんで、ひょっとすると増えるかもしれないんで、えー、1秒に、 えー、一つずつ、マルさん、まるさん、まさんって早く呼んでいったとして、今の予定7年8ヶ月かな。と、僕か、いくら、<laughs> ただこう、私はじゃあ何、7年8ヶ月もこれからずっとこの万漢前進を食べなければいけないのか。おラジみのプーチン君、それが田中百カチュン、君の運命なんだ。まるまるさん、まるまるさん、まるまるさん、私は、 こんなに多くの人を人生めちゃくちゃにしてしまったのか。プーチン、ちょっとプッチンして反省してるな。マルバンさん、マルバンさん、7 8ヶ月、私はこれらのめちゃくちゃになってしまった人々の人生一人一人を振り返り、私の罪の重さに直面することになるんだな。こんなことだったら、最初からこんなバカな戦争、 プーチンしなければよかった大統領大統領おなんだああここ,ここはここはクレムリンだいや我々は作戦会議やってたのか大統領それでこのウクライナ情勢ですけども我々我が軍はもうちょっとで勝利しますというかもうちょっとで勝利するというフェイクニュースをどん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 メディアを通して流してますから大統領大統領の地位は安泰ですよ そうかプーチンも大統領をやめたい満館全席飽きた <laughs> そういう問題じゃないわ <laughs> 以上プーチン満館全席飽きたの一席でございましたありがとうございましたチ <laughs> ャンネル登録お願いね <laughs>